ファントム社の力さえあれば、私は、私の力は内側から溢れ出す欲望は、瞬く間に男爵をナイトメアへと変貌させた。自らナイトメア化したか。もう潜伏の意味はないと判断し、白、金の羊たちは本来の姿を見せる。 私の名はスノー・ホワイト。ある人形の企みを探るため、この屋敷に潜伏していた。僕の名はアラジン。出はもちろん仮の姿さ。この化け物を倒すために、セバスチャン殿にも協力してほしい。坊ちゃんのご命令であれば。 ついに欲望の力で本性を表したかなかなか尻尾をつかめなかったが自らの中にうまく隠していたね欲望 イエス、マイ・ロード歯医者には敬意と弔いを。 ハイト化した男爵は、風に飛ばされ、静かに散っていった。帰り自宅を始める主従の前に、スノーとアラジンがやってくる。僕たちも帰るとするよ。今回はそちらの執事に随分と助けられた。感謝する。そうだったね。ナイトメアを一瞬で倒すとは。 君はもしかして、有名な物語の登場人物なのかいその言葉に、小さく笑うセバスチャン。まさか、私がキャラクターズの一人だなんておこがましい。私は、あくまで執事ですから。 you <laughs> 契約がある限り、私は最後の時まで、坊ちゃんのおそばでお仕えし、お守りすると誓ったのです。あくまで、出ですから。 申し遅れました。私はファントムハイブ家の執事、セバスチャンと申します。